インスタライブできるかどうか。じゃあさ、毎日さ、だってさ、でもさ、カンナがインスタライブする時間みんな寝てるかもしんないよ。一人でこんにちは明日行くっつったら、みたいな、明日行くのみたいな感じでしたよ。本当にもう寂しがってる暇もなく今日になっちゃいました。行くしかないよ。頑張って、ね、今日もそうよ。試合の時にいつももらうんですよ、これを。ウケる。誰か同行してくれるのかなと思ったんですけど、一人ですもんね。ここに来て少し心配が増えました。いろんなものを背負って行ってるので、まあ、それは分かってると思うので、何かしら変わって帰ってくると思います。バイバイ、じゃあね、頑張って、いってらっしゃい。ここはどこですか？ここはジムです。ジムの名前は？テンスプラネット。テンスプラネット、すごいジム。すごいです。格闘技を知らないからあんまりすごさ分かんなかったけど、すごいジムです。すごい人ばっかだよね、はい。やられた技はとりあえず聞いて、これはどうやってやるんですかって、こんな技あるのみたいなの何個も。日本語、はい、日本は行きましょう。この映像が多分ベラトールの放送でも流れるし、 UFC の放送でも流れるし、ライジンでも流れる。どこでもやられてたら困りますね。まあちょっと頑張ります。遊ばれてる感じ、パンチで桃缶とかすごい痛くなります。膝食らったぐらい。女子でこんなに強い人がやっぱいるんだって。今まではこう UFC 出てる人とスパーリングすることもないし、なんかそれを自分で体感して同じ人間とは思えなかったですね。それぐらい強い、びっくりします。Kanda's great. She's a lot of fun. She has very good spirits, very genki, and it's, she's very talented. So I look forward to seeing how she does in her fight. すごい上手くて、テイクダウン取れるのに決められちゃったりとか、しょっちゅうでしたね。
完全に寝技では遊ばれちゃう遊ばれちゃう、もう試されてるっていうか。Right? One more week here? Yeah. So now we're working hard to improve her strength, yeah. You know, physical strength, physical, you know? Yeah. But also her technique on the ground is getting very sharp. Mwah! And then angular attack, very good. She's getting better and better every day. I would like her to be here all the time if I could, but, you know, up to Risen, right? Up to her. But yeah, takedown is, well, I hate it, but I can still take it.その部分では、まあ、自信持っていいところなんだなって階級みんな上だったりもするけど女子がこんなにいるジムって日本じゃやっぱないじゃないですか。いやかなり楽しいです。見てるだけでも楽しいしすごい充実してます。最初はもうなんかもう練習も辛いし寂しいしみたいな感じだったんですけど今は練習も楽しくなってきたしそのニコニコしてればとりあえず大丈夫です喋れなくてもニコってしてればまあ大丈夫ですね。イリマのお家です。イリマさん、はい、本当はホテルだったんですけどイリマがお家おいでって言ってくれたんで、おー、まあ、その英語を分からず OK しちゃったら内緒にしておきますちゃんちゃんと家に居そうとして家でNext, her opponent, very strong, you know? Yes, Ayaka. Yeah. Yeah, Hamasaki. Yeah. Yeah. I watched her in Invicta. I watched her fight. Good experience, veteran. But you're younger. She's old. Ah, yeah. Anata wa wakakute tsuyoku, kakute なんか自分が強くなってる実感がないっていうか練習もだから楽しくもないしなんかそれがレイナさんの試合前からずっとあってやっぱ男の選手とかだとやられて当たり前みたいな感じが自分の中であるじゃないですか。それがなかなかこう何しても勝てなかったりとかすると強くなってんだかなってないんだかって全然わかんないじゃないですか。なんか今までは勢いでやれてたけどタックル入るのに怖くなっちゃったりとかが練習中にあったんで今何やってんだろうみたいな何を目標にやってんだろうみたいな。ちっちゃいですね、やっぱこんなんなんだなってすごい